どうしようかな。ザシアンから入るか。いやでもザシアンから入ってなんか初手ダンスとかで捕まえたよーんみたいなのされるとうざいから、でもカバから入ってラペラスから入られると普通に戦慄のムーブ作られてきつい。いや待って、これルカリオいけるわ。たどり着いた至ったわ。いや相手のウーラオス悪でしょ。あ、至った至った至った、はい勝ち。よろしくお願いします。ラプラス、うい。いやそうなんす、投げてないと思うんだよな。ラプラスザシアン、うん、核で、まあ、あと一匹ナマコこっちのザシアンに強いポケモンだと思うから、まあ軟水以外のどれでも強いか。まあインファ打つか。いやこの生、あこれ多分生子受けでしょ。え、やばい、どうしようかなまあいっか。いやお盆でやってほしい。ちょイバンとかケアしたくないからさ。あ、よかった。まあ、いや、ナマコ牛を投げてこなかったってことは、ナマコじゃないわけよ、裏。だから、まあ、ザシアンの居住で一匹持っていけるんだけど、どれか。先に一匹殺されたから。まずい。まあ、居住山ですね。剣の前してアンコールされたらきついから。うわぁ、バシャーモだとやばい。ラス1。いやー猿ねー連れてくるか迷ったけど、ギリギリレギュラー落ちした今日の。うわーまずい、どうしようどっちもかなー、なんでザシアンいねえんだよ。ザシアン出しとけよー。終わりでーす終わりでーす。大魔か？まだ、いやー、この技だったらまだロートムで間に合う。よしよしよし、まだ間に合ってる。でこれインファイトで落ちる、まあ、これの2倍って考えればいいか。52耐えるっしょこれ。インファダイマするかどうかだな、まあ、ダイマってか、まあ、ロトムにしかダイマ切らないからダイマでいいんだけど、うーん、むーずくないっすか。第3打、半分、ナックル。な、マジ？やばい！ダイマしてこなかった。いや俺さ、これさすがに馬車にダイマ切ってくると思ったよ。
だから大オールしたんだけど。あ、見切りか。まあ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 、あんま変わんないっすねこれは。だとしたら、いや変わるわ、変わるわ、第3打のダメージ量が変わるから。眠るでしたね。アルナクミは打てないから、そう、眠る打つか第3打するか大ボール打つかで迷ったんだけど、めっちゃ見切ってくるんだけど。あー、これあれか、なんかラプラスが弱歩かなんか持って耐えられていく。耐えられていく。おい、ちょ、騎士改正やめろよ。バーン打っとくか。これなんか奇跡的になんかいい感じの、あー、これまずいっすか、もしかして。もしかしてまずい。てかバトンでラプラスは受けれなくないか。直帰、さすがに直帰。え、これ直帰だから弱砲ケアしなくていい。で、晴れてるから水技も入る。 S プラス3、眠る、眠る意味ないか、放電か。なんでバーン打ったん？いや、晴れ状態。てか、俺、あそこ馬車切ってくると思ったんだよね。眠る。ストリーム耐える、眠る。ストリーム落ちる。放電か。いや、麻痺なくても、なんとかなると思ってるんですけど、いや、ストリームは耐えるっしょ。一発は、いや、これきついか？したら麻痺ってくれ。足奪え。足奪え。加速意味ない。はい、加速意味ない。残念でーす。もう意味ないでーす。加速してバトンしたけどもう終わりでーす。さよならー。さよならダイスト、ダイスト。ポケットモンスターソードシールド、最高のゲーム。で、まあ、ザシアンでも上取れてるし、電光石火あるから、まあ、馬車に加速されても勝ち。雨も降ってる。この技の威力も下がってる。増田さん、このゲーム最高です。天才、好き。ウォール、いや、突撃ショッキー確定だから、ザシアンの耐久的に。まあ、
まあいけるっしょ。食器大オールあれ、あ、じゃあ大バンは普通にラプラスあれぐらい耐えるってことか。ロトムの火力がなさすぎただけ。確かに大オール打ってるから直帰じゃないよ。終わり。エンド、まあ何だったか分からんけど、見切り、はい。エアプの方ですか？動画概要欄、生放送概要欄見てください。あー加速ね。あーいいね、素早さ上がってんのね。でもね、無理なんだよね。結局超えれないよ。バシャーボじゃザシアンに勝てないから。残念だけどね。電光石火、電光石火と疾風陣雷ね。てか確かに守るじゃなくて見切りバシャーモなんだ。まあ、バシャーモってでも1加速でザシアン抜けるか怪しいけどね。相手のザシアンの育て方に依存するから。大変ありがとうございました。